はい、それではね、こちらの記事、スワニーのセレクトシリーズになります。でこの記事なんですけども、ナイロンオックスプリントになりますね。最近やっぱりね、ナイロンの記事がね、結構出てきてるんですけども、意外とねちょっと品切れが多かったりとか、またね、お客様の要望で新しい柄をねもうちょっと出してほしいとかね、そんな要望もありましたので、この記事ね、スワニーのプロデュースになります。でね、問屋さんとねこう一緒にこう作った記事なんですけども、まあ今回のね、テーマはまあとりあえずこう使いやすいね、幅広い用途で使える柄をちょっと提案してみましょうということで、実はねこの記事こう綿浅の記事で洋服向けにね、ちょっと何年か前にこう作ってね、すごくこうヒットした柄になるんですよね。あ、これだったらね、割と使いやすいということで、ちょっと復刻した感じになります。で、ナイロンオックスということで、ナイロンってね大きく分けて2つあるんですけども、1つはねこのナイロンオックスですね、もう1つこうナイロンタフタっていうね2種類大きく分けてあるんですけど、何が違うかっていうと、ナイロンオックスの方がちょっとね肉感がこうしっかりしてるんですよね。なのでね、やっぱりこう幅広い用途でね使えるということで、その辺もねおすすめポイントで取り上げたいと思います。はい、色目もね、まあ子供から結構大人までね使えるようにイメージしてちょっと作ってみました。またねこうエコバッグとかね、作る時もね使いやすい色目をねちょっとこうチョイスしてね作ってみましたので、ぜひねお客様の方でね、ちょっと参考にしていただければと思います。はい、次にですね、生地の、質感なんですけども、これね厚みなんですけども、まあ中肉厚からやや厚手のねナイロンオックスということで、程よいこうしっかり感があるそんなイメージですね。ただこうナイロンなので風合いはね通常の生地よりも比較的こう張り感はあるんですけど、まあ柔らかいし、軽やかなね感じのこう風合いなので、使いようともねすごく広いんじゃないかなと思いますね。まあエコバッグをはじめねこう小物なんかもいいですし、ね、このナイロンを生かしたねこうポンチョとかねこうレインコートとかですね、子供から大人までねこう色によってこう使えるんじゃないかと思いますので、ぜひねその辺も参考にしてね作品作り、楽しんでいただきたいなと思います。作品のご紹介をいたします。ナイロンの生地ということでですね、レインコートをね作ってみました。こちら今回可愛くできました。大人と子供と、お揃いの、ね、デザインになっております。親子お揃いで着ることができます。でこちらデザインとしてはやっぱりフード欲しいですよね。フード付きのタイプになっております。そして身頃はですねドルマンスリーブで、身頃と、お袖がねつながっている一体化になったパターンになっておりますので、割とね作りやすい、ね、タイプになっております。でそして前もこの、ね、パッチンボタンでね開け閉めができるようになっております。ね、ちょっと小雨が降った時なんかすごく便利なんじゃないかなと思います。でそれを小さくしたパターンがこちらになっておりまして、子どもも全くお揃いの、ね、デザインになっております。フードがついて可愛らしく仕上がりました。でこうして親子で、ね、お揃いで楽しんでいただけたらと思います。でそしてナイロンといえばやはりエコバッグですね。もうみんなは今はねみんな誰もが持っているエコバッグなんですが、まず一つ目はこのようにこうレジ袋とね同じような形の、まあ、一番使いやすいですかね、こういうタイプになっております。でもちろんね1枚仕立てで作っております。でそしてお次こちらになります。ちょっと大きめタイプなんですけれども、こちらはですね口のところが巾着タイプになっておりまして、こうやってね絞れるんですね。そうなのでもう中身も出なくてね安心して使えるタイプになっております。で、肩紐もですね太めで長くなっているので、肩にもねいっぱい買ったら肩にもかけられるねタイプになっております。でシワにもねなりませんので、小さく畳んでねバッグの中に、しまうのもねコンパクトになるんじゃないかなと思います。でこのようにエコバッグだったりとか、レインコートなんかにおすすめになっておりますので、ぜひねいろいろ作っていただいて楽しみながら、作っていただけたらと思います。